夢の通り道。30周年の東京ディズニーリゾートがお送りします。30周年を迎えた東京ディズニーリゾート、訪れた記念として人気なのがスーベニアメダルです。30周年のデザインなんですよ。こんな風に集めてるゲストもたくさんいます。アメリカアイダホ州の小さな町アルコ。この町に住むオディッド・バスさんはスーベニアメダルのコレクターです。ドナルド・ダークこれまでに集めたメダルはなんと5万枚以上。アメリカでは本物の一セント硬貨をプレスするんですって。 And one of them was a small bag with souvenir coins. And my daughter said, well, I like that. They're really cool. And can you get it for me? So I did. カリフォルニアのディズニーランドやスポーツ観戦の記念。これはハリウッドへ行った時のもの。とっておきは本物の金がついたゴールドラッシュをデザインしたメダル。しかも銀貨をプレスしたものなんです。パズさん手作りのマシンまで持っています。出来上がったのはパズさんの名刺メダル。And when you get souvenir, you actually get to take a small piece of memory with you from where you made the coin. So, I mean, it's everything together in one. 小さなメダルに宿る楽しい思い出。ここは夢の通り道です。みんながもっと一緒になれる一年です。東京ディズニーリゾート30周年。ザ・ハピネスイヤー、さあ一緒に。さあ旅立とう。乗るたびに変わる宇宙旅行へ、東京ディズニーランド新スターツアーズオープン。お得なパスポート販売中。30周年の東京ディズニーリゾートがお送りしました。